よっ、お疲れ。お疲れじゃないよ。どうして僕だけ。見せしめってことなんだろうけど、効果抜群だよな。俺、一番後ろの席だったからよく見えたけどさ、あの瞬間、全員一斉に起きてたし。しかも、結局授業終わるまで席に帰らせないとか、あいつ鬼だろ。でも、午前の授業でこれでしょ。午後はもっと暖かくなるし、昼飯の後だし、無理じゃない？坂はさ、頼むからこれ以上温度上げないでくれよ。言ったろ、一番後ろだからよく見えるって。何の話？佐川のやつ、お前が問題解いてる間、西谷さんとずっとイチャイチャしてたんだ。間違いなくあれで教室の温度3度は上がってたね。はるき！あ、でもそれなら私も見たよ、西谷さん。みんなしてどうしたの？ごめんね、大した話じゃないんだけどさ、さっきの授業中こんな風に佐川君と手振ってたでしょ。消火器持ってこい。熱すぎて火事になるぞ。ええ、そうだったんだけど、最近は仲いいねって言われるとなんだか嬉しくなっちゃって。おうおう、西谷さん、恋しちゃってるね。もうやだ、そんなにからかわないでよ。で、西谷さんはお前が甘えん坊って言ってるけど、実際どうなの？そりゃお前、デートの時なんか西谷さんに甘えまくってんじゃないの？俺この前デートしてんの見た。こいつ西谷さんのことをママって呼んでた。佐川くん、それは聞き捨てならないよ。ママって何？ママは何人いるの？
わかってますわね。日に日に佐川くんが甘えてくるようになった気がするの。あ、名前。へえ、やっぱり二人の時は呼び捨てにしてるんだ。これは案外佐川くん甘えん坊説もありえるかも。そっかそっか、佐川くんも新しいママを見つけて巣立って。じゃあやっぱり佐川くんもスマホの壁紙西谷さんの写真。さっきの休み時間ちらっと見えたんだけど、西谷さんのスマホの壁紙佐川くんの写真だったし。それは西谷さんに膝枕してもらってる佐川くんの寝顔。マジかよ、この甘ったりが。ハルキ、なんか僕恥ずかしくて二人の顔見れないんだけど。ハルキくんは覚えてないと思う。寝てる時こっそり撮ったから。この前の土曜日。おやめなさい、このおバカ。ごほん、失礼いたしました。お話し中すみませんが、西谷さんと佐川さん、お借りしてもよろしくて？うん。別にいいけど。感謝いたします。では、少々お席を外させていただきますわね。まったく、あなたという人は。私今朝土曜のことは気をつけるよう言いましたわよね。それともその頭に詰まっているのは私ですの？